はい、私、今日はちょっとテンションが高めかもしれません。まあ、理由は沖縄に来てるからなんですけど、えー、お仕事です。はい、お仕事で、あの、アイスクリーム食べたりとか、うんと、お風呂入ったりとか、えー、シーシャバー行ったりとか、えー、しながらお仕事で嘘ですよ。今のはしたけど、それはお仕事の前の日にしたことで、え、今はね、合宿やってます。 沖縄合宿、まあ、これは、えっと、ビジネスインフルエンスマスターコースという、まあ、高額の超高額の講座を受けた生徒さんたちの卒業後の合宿なんですよでもちろん勉強しますビジネスの勉強も今回は、えーっとね、今度やるスーパープレゼンテーションアカデミーという6か月の講座のデモ版 <laughs> 一部を特にビジネスインフルエンスマスターコースの卒業生にどんぴしゃな内容のところ抜粋してやると、まあ、それ以外に採用育成パーパス系のをやろうと思っててあとは皆さんの成果発表会みたいなのをやろうと思ってですねやっぱこういうのは合宿いいなと思ってあのすごく大きいホテルのもう一番でっかいスイートルームを貸し切って。 えー、少人数13名かな今回はで合宿をやっているのでちょっとテンションお高めでございますがいい状態だなということだけお伝えできればと思いますいい状態の鴨頭のいい声で今日も放送頑張ります、えー、そして今日なんですけどやっぱり今日本で一番の課題といえばもうコロナ禍後の。 ビジネス、経済の状況だなと思っているのでやっぱりあのカモビズの紹介させてもらおうというふうに思っていますもちろんね、カモビズに入っている方にとっても入っていない方にとっても学びになるような内容なので最後まで聞いていただければと思います最初にちょびっとだけ結論言って中身に入っていこうと思うんですけどビジネスで成功する方法って基本的に1個じゃないと。 まあこれはあの僕の尊敬するオンデイズの社長の田中社長がよくおっしゃってるんですけど成功はアート失敗はサイエンスということで成功っていうのはいっぱい方法があって人によってはこの道がすごく成功に合っていたが他の人だとそれは合わないということもあるとただし、失敗はサイエンス科学なのでこうやったら失敗するよっていうのはもうこれ答えが出てるんですね。 でもこの失敗の答えを知らない人は失敗を繰り返しているこれを少しでも減らすために行うことがビジネスの勉強 だと思います。まあ、これが結論なんですけど、えっ、ー、と、それだけ言ったんじゃちょっとわからないと思うので、少し紹介しようと思います。えっ、ー、とね、カモビズでは今何をやってるかっていうと、毎日日韓カモガシラタイムズとお題を使って、1週間のうち7日間ビジネス思考力を高めるっていうのをやっています。それ以外に月に1回カモガシラヨシに直接 コンサルがが受けられるる機会があるといいう風になっています、まあ、今日ねその日刊鴨頭大仏の3月2日の記事ちょっと紹介しようと思いますえ基本的には日経新聞をまずみんな読んで,で読んだ後に鴨頭義人の考察鴨頭はこういうふうにこの記事を受け取り そして、転換させて自分のビジネスに活かしてるよっていうことをね。要は、ものの見方ですね。これを身につけるための日韓かもがしらタイムズ。ちょっとだけ読みますね。えー、電気代の値上げどうなる ?4 月の開始は先送りへという記事です。えー、電気代。これね、いろんな会社の電気代の値上げ幅が出てるんですよ。えー、4月からの予定で動いてた。これ変わったんですけどね。4月から東北電力はなんと電気代31.7%アップ。 北陸電気42.7%値上げ、中国電気が29.9%値上げ、四国電気が27.9%値上げ、沖縄が39.3%、6月からの予定で動いていた北海道の電気が32.2%値上げ、東京電力さんも28.6% 28. 値上げと。 いいうのがデータと出ていますもちろんこれがすぐにやるのは危険だからもう少しちゃんと考えなさいというのが総理から出てたんですよ。でね、こっからなんですけど電気代の平均の値上げ割合は32%アップなんですよ。日本全国の平均でいうと。 でね、平均的な、例えばこれは家庭じゃなくて店舗ビジネス、これビジネスなので、店舗ビジネスの電気代ってこんな感じなんですけど、美容室ってだいたい平均5万円ぐらいなんですよ、月に。で、これが32%値上げすると、6万6千円になるので、1ヶ月1万6千円増が増加。 で、ラーメン屋さんはだいたい今まで10万円ぐらい電気代かかってる。1ヶ月に。で、これが、えっと32、32%アップだと13万2000円になって、月3万2000円電気代が上がります。居酒屋さん。これサイズによって違いますが、一般的な居酒屋さんで、月額20万ぐらい。結構かかるんですよ居酒屋さん。で、32%電気代があがると26万4000円になるので、6万4000円アップ。コンビニ。 コンビニはね、冷蔵庫と照明と営業時間の長さで月間30万かかってます。32%アップで39万6千円。なんと9万6千円1ヶ月で電気代が上がります。焼肉屋さん。まあこれもサイズによりますが40万円ぐらいなので32%アップするとなんと1ヶ月の電気代52万8千円。月に12万8千円増えます。焼肉屋や,やばいです。これから潰れると思います。 例えば月商1ヶ月間の売り上げが240万円の焼き肉屋があったとしますよそうすると12万8000円の増加って5%のコスト増なんですよということはこれまでのそのお店の利益が5%未満だったら電気料金の値上げだけで赤字に変わってしまうで僕はカモビズではこう書きましたもちろん原発 を稼働させれば、大幅な改善は稼働、可能だと。で、実際今、原子力発電所の運転再開に対して、賛成と反対のアンケートを取ると、えー、震災後初めて賛成が51%、反対42%というふうに、もうさすがにこれはまずいねと。実際に生活やビジネスに影響しちゃってるから、もう原発動かしましょうっていう意見の方が、上回りました。ただ、 ここでは僕たちは政治的な課題には触れないで自分たちでできることを考えようというふうに僕は記事に書いてます。我々中小企業は自分たちで改善すること、この選択肢を持つことだ。選択肢は3つ。1、他の科目で値上げ分を吸収する。電気代上昇分を人件費や消耗備品費、 外部委託費などの別項目のコストを下げて改善する2つ目売価のアップ商品売価を上げれば全てのコストパーセントが自動的に下がるのだこれは強力な打ち手だ課題は1つ物価あまあ売価を上げても顧客数を減らさないこれができるかどうかは普段から顧客ではなくファンで回す をできているかで決まる三つ目ビジネスをピポットする電気代の影響が少ない業界の大転換を行う例えばコンテンツビジネスや教育業コンサル業などは電気代の影響を受けにくい代表例だ繰り返しになるが残念ながらポリティカルな課題は経営に直接影響している今後も円安少子化 脱炭素、半導体不足、海外人材不足などなど、さらなる圧が我々のビジネス環境に及んでくるだろう。だからこそ、日頃から利益率の高いビジネスモデルを構築しておき、備える必要がある。そのために学びましょう。そのために情報をキャッチし続けましょう。そのためにコミュニティをもとカモビズは、 そういう意義のある場所でいたい頑張りましょう俺も頑張るよというのが3月2日の記事ですで僕はもうずっとカモビズのメンバーに伝え続けようと思っているのはとにかくまず情報不足で間違った選択をしないようにしようっていうことなんですよねでやっぱり経営ってもう選択の連続だと思うんですよまあこれ個人事業主の人もそうだし会社員の方でも リーダーの役をやっている人っていうのは選択の連続だと思いますなのでその選択をする時にいい選択をするっていうのもいいんだけど間違った選択をしないっていうのがめちゃくちゃ大事 なので間違った選択をしないために学び続けようねというのが僕からのメッセージでございますえー、これ以前にもねあのカモビズってどんな人が学んでるかっていうのの紹介でひろこさん佐藤ヒ子さん2月3日だったかなあの佐藤ヒ子さんの、えー、とメッセージを、えー、読ませていただいたんですよ まあ自分は会社員だからカモビズみたいなところはね合わないんじゃないかと思ってたけど飛び込んでいったらどんどん人生が変わってますっていうのがあったんですけどこれもデータでもちょっと出ているので紹介しますねカモビズってどういう方が入会現在しているかっていうと,、えー、っと実はトップが会社員の方です <laughs> 多分ほとんどの人が会社員じゃなくて経営者の人ばっかりのオンラインサロンだと思ってると思うんですけど実際は今会社員がナンバーワン34.4%次に経営者会社役員の人が 28.1%3 番目が自営業15.7% ついで、フリーランス7.6%、専門家、お医者さんとか弁護士とか会計士6.3%、その後、公務員、派遣社員さん、パートアルバイトさん、 学生さん、無職の方と続いております。なので、実はオンラインサロンカモビズは、特定の人だけが集まってるんじゃなくて、もう会社員、経営者、フリーランス、専門家、公務員、派遣社員、パートアルバイト、学生、無職の方まで全員が一緒に学んでおりますので、自分には合わないんじゃないかっていうのは、きっと勝手な思い込みなので、そんなことを持たないで、自分は学ぶ意志があるんだと、もっともっと成功したい。 中には収入上げなきゃなんないっていう人もいると思うんですよ。どうぞ、諸手を広げてお待ちしておりますので、オンラインサロンカモビズで一緒に学んでいきましょう。えー、オンラインサロンカモビズは今日までが入会時期なので、迷ってる暇はありません。すぐにご入会手続き済ましてください。ということで、今日という一日が皆さんとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー。